ワク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 刀剣乱舞始まりますよ。幸運を届けますね。林君だったか。何の知らせだ。ちょっと音が大きいかな。でもちょっと音大きくてね、今回は。はい、なぜならば、槍だった時はでかかったけど、今はこのなりだからな。感覚狂うぜ。毛利君が帰ってきてました。さあ、果たして毛利君は少し大人になって帰ってきたのでしょうか。森の照本さんのところへ帰ってきたようですよ。はい、関ヶ原の西軍の大将格なんだよね。うん。で、歴史的にはあまり、ほら、負けちゃった方の人になっちゃうからさ、出てこないんだけど、まあいろいろあったんだろうね、毛利君のとこにも。というわけで、毛利君を引き連れまして、待ってたぜ。はい、担当なんで江戸城内へ。大丈夫、毛利君を入れても偵察が300行ける行ける行ける。あ、メンバーは毛利とメンバー紹介しなかった。偵察結果はどうでしたか。僕の子供殺法を受けてみろ。やっぱり子供殺法なんや。すぐがこいつでどうだ。ここです。甘い。不意打ちこそ子供殺法の極意。あ、ちょっと不意打ちとかするようになった。やりました。子供殺法は無敵です。いやー、そうか、そっちを、僕が懸念していた方向へ初めて行ってくれた、刀剣男子ですね。病気がひどくなって帰ってきたっていう。ああ、くそ、面白いじゃないか。子供殺法はあかんやろって言ってたんだよ、俺は。いや、これいろいろあると思うよ。いいね、子供殺法、かわいいねっていう人ももちろんいるだろうよ。いるだろうけどさ。これは、大人になってちょっと、あれになってくれるかなと思ったんだよ。修行出て帰ってきたらさ。で、みんな大人になって帰ってくるじゃない。ああ、そうか、そうか、子供殺法を本当に修行してきたんやな。ああ、そうか、そうか、毛利君、子供殺法を、そんなに子供殺法にフィーチャーして、アピールしてこなくてもいいんだぜ。ああ、そうか、やべえ方行っちまったな、また。トシロです。外に出られてワクワクします。ああ、ちょっとあれだね。偵察結果はどうでしたか。僕の子供殺法を受けてみろ。すぐぐここでと負けるかよ。子供殺法懐潜り。何種類かある。
かなるもんな。何種類かある？ひょっとして何種類かで増えた？また下くぐりだけやったやん。前は懐潜り。あ、でもあれか、前は股下をくぐって通り抜けてたから、今度はもう懐に潜るってことは一応攻撃する気はあるんやな。インファイター担当だからさ、インファイター系のね。何真面目に語っとんねん俺は。よし、ちゃんと見ていこう。責任を取ろう。俺も修行に出した責任がある。偵察結果はどうでしたか？僕の子供殺法を受けてみろ。すぐぐここで甘い。でかいからって威張れよ。あ、でもレベルが低いから今出番がなかった。あれ、誰か銃兵積んでる？やりました、子供殺法は無敵です。森くん。ああ。山。すげえよな。みんなさ、みんな修行に行ってね、元の持ち主のところへ行ってさ、まあ、あの義経なんかはもう顕著だけどもね、非業の死を遂げてたりするわけじゃない。元の持ち主がそれに立ち会ってさ、まあ、中にはそれを見取って帰ってくる、刀剣男子も多くいてね、修行への旅で。で、あの彼らは今刀剣男子として権限してるけど、当時はただの刀だからさ、記憶にはあるけど、改めてそこで立ち会ったっていう、なんだろう、認識というかがすごい希薄なんだよね。で、そういった人と出会って、その人と死別をして、一回り成長をしてみんな帰ってくるんですよね。で、毛利君はさ、毛利輝元さんのところへ戻ってさ、輝元さんも多分あれ、私毛利輝元さんのことはあまり詳しくないんですけど、毛利君の手紙の内容だと最後亡くなられて、それでね、毛利君は帰ってくるわけですよね。だからさ、一応こう出迎えてさ、これからも頑張ろうな的な感じで今一緒に来たんだけどさ、よもやさ、よもや君、あの森くん、輝元さんのとこでもそれをやっていたのかって。子供殺法を繰り出してたのか。あー、すごいな。輝元さんのその器がでかいよね。もしその森くんが輝元さんのところで行ってさ、まあその周りにいたんだとしたらさ、僕の子供殺法を受けてみろ。いやいや、森君大丈夫か。だからってなめんな。いや、甘い。森君大丈夫か。僕についてこれるかな。どうやら生き残ったようです。あ、そうか、森君、あの早々に間違えて出しちゃったから、他の担極めになって帰ってくる担当と比べてもレベルがやっぱ低いわな。無理はさせんとこ。あ、毛利君が重装つけてた。帰ろう帰ろう、一遍帰ろう帰ろう帰ろう。そうか、でも俺が低いレベルで毛利君を修行に出したせいで、毛利君も鍛えなければならないという、また別のレベリング目的も生まれてしまったよ。ああ、笑い死ぬかと思った。草だな、待ってた。笑い死ぬかと思ったよ森くん。そっか、
そうか。でこの間紹介したうちのタイの困った子ちゃんたちの中ではあれだね、初めてのケースだね今のところね。初めてあれか、モリ、あの中、あの全困った子ちゃんたちのメンバーの中ではモリ君を初めて一人目出したところか。いや、大栗からみたいに大人になって帰ってくるかなって思ったんだよ。思うじゃん思うじゃん。ちょっと困った子ちゃんたちが修行行った帰ってきて後が心配やな。大丈夫か、不動もアル中ひどくなって帰ってきたりしないかな、心配だぜ。俺の名前はナマズオ東四郎。あー、しかも、もう森くんがあんだけさ面白かったらさ、なんだろう、警察結果はどうでしたか。もうこの後俺がどんだけ面白いことを頑張って喋っても霞んでしまうよね。実況すんのやだな。ここでスパーン、子供殺法、懐潜り。懐潜りになったんだな、また下くぐりからな。やりました、子供殺法は無敵です。この褒まれた時の連続で森くんのセリフがな、すごいな。いけるかな。偵察結果はどうでしたか。ちゃんとね、毎回僕の子供殺法を受けてみろ。逃走を見ながら、進軍してましてね。とこいつでどうだ。とりゃ僕についてこれるかな。あ、もう盤石やな、担当組。やりました、子供殺法は無敵です。やっぱうるせえな。下手にタッチとかを入れるとね、なんか総合力がやっぱり落ちるみたいですね、弱体化してて。うん、全体的に食らいやすい気がします。で全員担当にしたら、あのほら食らわないんですよ。レベルは1つか2つ上がってるかな、前のここへ来た時の、ここへレベリングにしに来た時よりもちょっと上がってるんですけど、ちょうどそこで食らう食らわないの境目なのかもしれないですけど、はい、なかなか食らわないです、逃走が。で、波のね逃走が傷ついたら、傷ついてもまあそんなに気にせず言ってるんですけど、あのちょっと上とかね特上の逃走をつけてるときは半分ぐらいになったらもう帰ろうかなと。ボス戦をするわけではないので、ここのマップ同じなんでね、ちょっとそういう感じでよく見ながらやってます。はい、でよく見ながらやらないとうっかりボス戦に行っちゃう人間なので、私が。偵察結果はどうでしたか。ああ僕の子供殺法を受けてみろ。ちょとんとしちゃったよ最初。ちょっとボリューム絞ろうか、大体わかった。すぐ甘い、負けるかよ。いや、とりゃ不意打ちこそ子供タッパーの極意。そうか、懐に潜り込むのと不意打ちを覚えたよね。生き残ったようです。子供殺法という名のもとに不意打ちというのを思いついたよな。子供と油断させて不意打ちするのか、めちゃめちゃずる賢い先輩はな。僕の子供殺法を受けてみろ。すぐぐ甘い、負けるかよ。油断しましたね。スパーン、子供殺法、懐潜り。やりました、子供殺法は無敵です。押してくるな。押してくるようになったな、このお殺法。
偵察結果はどうでしたか？僕の子供殺法を受けてみろ。これどうしよう。ダメ刀だからって舐めんな。まあレベリング界はレベリング界なんですけどね、これはもうこの毛利くんは紹介せざるを得ないよね。ここについてこれるかな。やりました、子供殺法は無敵です。ちょっと押しが強すぎてちょっとこっちが触笑気味になってしまう。偵察結果はどうでしたか？僕の子供殺法を受けてみろ。いやでもね、そうそう、でもいいんだよこれで。だってなんだろう、全く子供殺法を忘れられて帰ってこられてもね、修行からきっと寂しかったと思うんですよ。なんとかなるもんだな。そうそう、だからこれでいいんだよ毛利くんは。はあ、じゃあ包丁と不動が心配やわ、修行に出すのが。どうでしたか？二人とも今の舞台いるけどな。うん。はい。お、任務が一個。仕事ちゃんとやってるんだな。激化。敵部隊を120回撃破。今日1日ですよね。なるほどね。まあ、私休みの日はこのペースでやってるってことですね。ずっとやってないんですけどね。朝やってお昼前にやってでちょっと出かけて帰ってきて今やったところなんですけどね。40回ずつやってるぐらいやってるんだ。なるほどね。はい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 。よし。はい、ということで、もう説明とかいらないですね。はい、毛利くんが帰ってきたかいっていうね、そういう、動画になるかと思います。はい、まあ、こんな感じでレベリング会、雑談会増えていくかと思いますが、いやいや、もともとお前レベリング会雑談会ばっかだぞという声も聞こえますが、はい、今日は毛利くんに助けられたような気がします。はい、まあ、こんな感じで、そうですね、週に2回ぐらい、トーラブの配信をしてますんで、もしよろしければまた遊びに来てください。はい、ニコニコ動画のフォロー、YouTube のお気に入りのチャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。